じゃあ撮影開始します。お願いします。今日風強いね。皆さんこんにちは、グッチーです、今回ですけれどロードスター買って、まあ、1年ぐらい経つわけなんですけど、買ったらやってほしい。割れたよパパ、これ横今割れた。最悪最悪、カメラも割れちゃった。レンズもダメだ。嘘、うん、ズームがおかしい、ダメになった。あもうパーだねこれ。嘘、今ですね家の方に帰ってきてカメラの被害の状態を確認してるんですけど、まずこれレンズですね、先端の方が歪んで、ズームリングが回らない状態ですね。ちょっと使い物になりませんもん。で、これカメラの方は三脚が倒れた時にかなり強い衝撃が加わったと思うんですけど、そのせいで、これ傷いってるんですけど、傷だけじゃなくて、もうボディ、金属のボディが割れちゃってます。このカメラと、レンズの修理の見積もりが約9万円ということでした。まあ、かなり高額な修理になってしまいますので、まあ、買い替えようか、ちょっと迷っているところです。皆さんも私のようなことにならないよう、風が強い時の撮影は、十分注意してください。まあ、あとこれにくじけず頑張っていきたいと思いますので、グッチーチャンネルをこれからもよろしくお願いします。